皆さんこんばんは、モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、映画を見てきましたよ。何の映画かと申し上げますと、こちら、朝だけで、この映画を見てまず一番に思ったことは、ニコン FE が欲しい、ニコン FE かっこいいっていう感じですね。 OFE が使われてますけれども、キネマ旬報、あの例の映画の本ですよね。こちらの方でもご覧のように FE がニノと一緒に写っていますね。やっぱりかっこいいな、この昔のやっぱりニコンのこのロゴ、めちゃくちゃかっこいいっすよね。なんか FE 中古で買っちゃおうかなって思うようになりましたね。すぐ影響受けるんですよ。はい。それからあとカメラといえばペンタックス。ペンタックスまで中盤 ?6、7? ですね。ペンタックス、はい。ペンタックスいきます。やっぱり一眼レフの歴史においてペンタックスは外せませんよね。朝だけのあの大きな作品というか、の代表的な作品がペンタックスで、作られて、撮られているようでございますね。まあ、両方ともロゴがめっちゃかっこよかったな。ニコンのロゴ、ペンタックスのロゴ。ニコンの FE は朝だけのお父さんが使っていたんですね。で、お父さんが息子の誕生日にプレゼントとしてこのカメラあげるよと。そこでもらったニノがですね、そこからカメラを始めるという物語ですね。最後の方に家族写真を撮ってほしいってニノに頼む場面があって撮影するんですけれども、あ、ネタバレになっちゃったかな。ネタバレになっちゃったかもしれない。ごめんなさい。で、その場面でもやっぱりニコン FE が出てくるんですよ。このロゴがね。これで撮影するんですけどもね。いや、ニコン FE いいなぁ。かっこいいっすよね。で、二つ目に感じたことは、やはりね、写真ってプリントアウトした方がいいなって思いましたね。本当に大切な写真はプリントアウトすべきだなってことを私は感じましたね。デジタルなんか一瞬で消えてしまいますよね。でもプリントアウトされたものっていうのは、こう記憶を焼き付けるっていうのかな。もともと写真ってこう連続する時間の中の一部を切り取ってるわけですよね。それをプリントするっていうのはすごく大事なことだなっていうのをね、改めて今日見て思いましたね。あれが全部デジタルだったら大体ああいう映画できないですよね。やっぱり自分の世界観をきちっと作るっていうことの大切さかな。で、ぜひ皆さん方にもこの映画見に行ってほしいですね。朝だけ。特にニコンファンの皆さんは、ぜひ朝だけを見て、ニコン FE が出てきますので、楽しんでいただければいいのかなと思っています。ペンタックスファンの皆さんも同様でございます。二つ目の話題になりますが、昨日、一昨日の日ですね。確か皆様方に写真を募集します。そして、この動画の中で掲載したいのですけれども、いかがでしょうかっていうね、ご提案をさせていただきました。で、結構反応がありました。皆さん、やれ、行けっていうような、肯定的なご意見を多数いただいておりますので、1月1日を皮切りに、
毎月掲載していこうと思います。皆さん方からいただいた作品、私も仲間に入れてくださいね。私の作品とか入れながら、みんなで、お互いの作品を鑑賞する会、これは1日の日ということで、そうね、モナクロギャラリー、モナクロギャラリーとかね、なんかそんなタイトルをつけてやっていきたいなと思っておりますね。うん、どうでしょうかね。もう少し待っていただくと、おそらく来月にはコミュニティが使えるようになりますので、 DF のご案内、こちらね、 DF 友の会、 DF 友の会のご案内、と一緒に説明もさせていただきたいと思います。一応ですね、第1回はお題はなし、フリー。これ結構楽しいなと思いますね。ここに集まっている皆様方の作品をお互いに見合うっていうのはね、この古い本を開いてみ、ニコン FE を調べてみたんですけれども、1978年にニコン FE は出てますね。ここにニコン FE がありますね。はい。死ぬまでに絶対使ってみたいカメラ。この中ではね、FM は紹介されてるんですけども、残念ながら FE はないんですよね。今日は浅田家を見てニコン FE を中古で買おうかなと思っているお話。これは義理の父の形見なんですけれども、これもね、壊れてるんですよ。このミラーがきちっと落ちなかったりするんですよね。あ、今は何ともないな。今はいいな。これをこう直さないとちょっと使えないっていう部分がありまして。このロゴ、かっこいいっすね。そういえばペンタックスから、最強の APS-C の一眼レフがそろそろ出てくるのかな。うん、すごい楽しみですよね。うん。一眼レフカメラはなんかなくならないなっていう気持ちが最近特にしてきてますね。やっぱり使ってみるとね、ミラーレスより楽しいですね。ミラーレスの方が優れたものがたくさんあると思いますけども、でもなんか写真本来の楽しさを味わうんであれば、やっぱりね、こういう一眼レフカメラの。というわけで、今夜はここで終わりにします。おやすみなさい。